なあ、俺たちの色が株主総会で問題になってるのは知ってるやろ？ああ、色がもろにジャイアンツカラーっちゅう話やろ？阪神タイガースの親会社としてはいかがなもんかと。そうそう。それにこのことを言われ始めたのは最近のことやない。そもそも9300がこの色で登場した時に言われ始めたこっちゃ。それから20年以上、そんな意見に耳を傾けず、俺たち8000も赤道からオレンジにみんななってしもた。いやー、そう言うけどな。5700なんかアウト層やけど、ドラゴンズカラーとかベイスターズカラーなんて言われへんがな。阪神タイガースにとってジャイアンツは別格やん。ライバルの度合いがドラゴンズやベイスターズとはレベルが違う。そんな別格のライバルのチームのカラーに、俺らはべったり染まってるんやで。まあ、線がちょっと黄色のアクセントが入ってるものの、ほんまは俺らは西武みたいな末期気になる方が、タイガースファンも満足かもやけど、末期気になるのはちょっとな。それに黄色って特急や急行のイメージとちょっとちゃうやろ？普通電車って感じがする。そうやろ？でも、オレンジはないやろ。それなら赤同社の流れを受け継いで、赤をアクセントにした塗装にすればええねん。それにな、9000を見てみ。一見黄色っぽい帯やけど、なんかオレンジが強いやろ？確かに。なんでうちの偉い人はあんなに株主総会で言われても、こんなにオレンジが好きなんやろな。合言葉、みおか。山本もな。よし、入れ。はい。それでは、阪神電鉄、隠れ巨人会の定例会を始めます。車両部のそこそこ偉い人、緊張の報告をお願いします。はい。いつものことですが、車両部の一番偉い人から、オレンジの塗装を見直すように圧力がかかってます。例によって、巨人の色がオレンジなのと、阪神電車のオレンジとは何の関係もありません。そんな浅はかなことで電車の色を変えようなんて考えないでくださいと、突っぱねておきました。あと、こっそり一部の線形の塗装も、黄色から少しオレンジに近づけてます。おー、素晴らしい。8000系と9300系がオレンジ色なのは、我々隠れ巨人界の心の支えです。職場で巨人ファンだなんてバレたらクビになりますからね。さあ、今日も巨人の勝利を祈りましょう。聖書を、闘魂込めて、闘魂込めて、大空へ、弾は飛び飛び、炎と燃えて。阪神電鉄、隠れ巨人会。なんと、阪神8000系、9300系がオレンジ色から変わらないのは、各部署のそこそこ偉い人に、隠れ巨人会がいるからだった。8000系、9300系がオレンジから脱出できる日は果たして来るのだろうか？